こんにちは、シトレです。今どこにいるかと言いますとですね、こちらですね。ガーン、あれですよ、パリの後は何があるんですか？楽天ファッションウィーク。楽天ファッションウィークです。今日はオープニングイベント、初日のこけら落としのイベントに来てるんだけれども、結構もう人が並んでて、何をするかと言いますと、あの MSU がインスタレーション兼何かするよっていうことらしいですよ。今回は結構ね、目玉なものがいっぱいあって、例えばマリメッコが初のショーをやったりとか、あとパリコレでも見たアンリアレイジがアンリアレイジオムっていう新しいラインを出したりだったりとか。メンズですかね。メンズです。あとはまあ安定と信頼のかなご坂井があったりとか、はい、アワードのかなご坂井、そうそうそう、あれかっこよかったよ ね。あ、そう、ミスターイットも初のショーをやるんですよ。おー、なので結構ね、あの、なんだろう、実力派がショーやるの多いかなと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。こちらです。で、今回はスポンサーのダッサイが、スポンサードしているので、ダッサイがございます。これ飲むと楽天ファッションウィーク始まったなって、なんか私の中で楽天の味です。よく冷えた楽天の味がしますよ。何があるんでしょうか。結構暗いですよ。なんか椅子があって、なんだこれ。なるほど、あの MSU の洋服、今シーズンのルックを着たトルソが座っているっていう感じですね。で、その間に自分たちが座ると、こうすると彼氏とデート中みたいに見えませんか。ちょっと若めな彼氏ですけどね。会場の中なんでしょうかね、これは。あ、会場だね、会場だね。なんかすごいバッグたくさん出してますね。バッグ推しなのかしら。MSU のさ、なんかこうハッピーでカラフルとかハッピーやろうみたいな感じのイメージとはまた真逆で、すごいシックになってますね。色を絞ったというか。なんかちょっと雨のしずくみたいな感じなものが顔にかかってて、こういうメイクなのかな。フィナーレでシャボン玉飛ばしてんのかな。合成じゃないもんね、多分ね、これ。シンペクだ。かわいいハートマーク。一応これがパリであのランウェイ歩いたルックになっております。こういうのとかちょっと見覚えがあるのもあるんじゃないでしょうか。やっぱメイクとかもちょっとこう泣いてるような雨に濡れてる感じのものになってますね。スパンコールがついてる。スパンコールがわーってついてますね。すごい細かくね。全部ついてるよ。やべえ、欲しい。こういうの好きじゃない私。はい、新平くんです。1月ショーをやったということなんですけども、はい、あの映像とショーのテーマを聞かせてもらってもよろしいでしょうか。ショーのテーマが、Falling Rain Say Yes to the Boy っていう、まあ降る雨が少年にこうイエスと言ったっていうタイトルになってます。 なるほど。雨とかってすごい孤独とか、こう濡れて寒いとか汚いとか、そういうイメージがあるけど、でもなんか孤独なこととかにこそ贅沢なこととか、こう美しいものが隠れてるんじゃないかなみたいなのを、自分がこう一人でこうアトリエでデザインしてる時に寂しいなとか思ったけど、でも洋服に向かってる時間ってすごい贅沢だなって思うようになってから、なんかこう大げさな言い方なんですけど、雨がすごい美しく見えるっていうか、こう感じれるようになったっていう体験があって、それが形になったコレクションというかショー。だからこう雫がこう垂れたりとか。そうです、そうです。なんか雨であり涙なんですけど、でもそれが光ってるっていうのが重要で、それは割と象徴的なメイクの一つでしたね。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です、最高でございます。はい、まだまだ縁も竹縄なんですけれども。結婚式でもいいですか。明日はちょっと面白い場所でショーをやることがあって、それがカミヤっていうブランドなんですけども、そこに行ってみようかなと思ってます。
はい、そして今神谷に着いたんですけども、場所はですね渋谷のラブホテル街ですねお楽しみの場所です渋谷百軒街っていうところで道をこう挟んで立ち見で見るっていう感じなんですけども、神谷自体は2023年にできた新しいブランドで、ヴィンテージだったりとかダメージ加工みたいなのが結構特徴的なブランドかなと思っております。今回のショーはちょっと面白い演出があるらしいですよ。モデルさんだけじゃなくてなんかいろんなものが出るということなんですけれども、ちょっと楽しみに待ってみたいなと思います。始まりました、神谷始まりました。ファーストルックです。ブラックから始まりましたね。あ、でもブラックスタートですね。今シーズンなんかブラックスタート多い気がするんですけど、目バキバキですね。なんかストリートって感じですかね。確かにこういうダメージ加工のイメージあります。私、あ、これスカートなんだ。デニムのリメイクしたスカートですね。これもパンツの上に編みのリメイクしたスカートです。だからスカートオンパンツか。このすごいロン巻きシロングのコートかっこいいですね。風切って歩きますみたいな。この丈関係になります。上がちょっとショート丈で、ちょっとサイズもミニマムな丈感がちょっと今っぽさかなって。あ、なんかこできたい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 だー。おー、すごーい。皆さんちなみに小学校の時はこできたい何だったんです、何をしてましたか。私は小学校の時にトランペットを弾いていましたよ。今でも多分ちょっと弾けると思う。あ、このグリーンのモヘアのこのモコモコ可愛くないですか。男の子のヘアメイクが顔を怪我してるみたいなメイクにしてますね。ちょっと赤くなってたりとか、怪我をメイクにしてる感じですかね。このヒリヒリした感じ。喧嘩したらこんなに怪我するでしょう。神谷はデニムが強いんですかね。デニムルック多いなっていうのが印象ですかね。これを見てるとあのビッグシルエットから少なくともトップスはミニマムに変わっていくんじゃないかなっていう兆しを見せているかなと思います。ビッグシルエットがルックたまに結構出てるんですけど、たまにすごいこう片位置ジャストみたいなちょっと細めなものも出てたりとかして、個人的にはその片位置ジャストくらいのボリューム感が次かなって気はしてます。ひなれです。2番目の男の子かっこよくないですか。いいですよね。あ、これが神谷さんですか。神谷の服似合いそうな感じのデザイナーさんですね。すごい。はい、神谷のショー初めて見たんですけども、あの男性像みたいのがすごいクリアだったなって。少年以上青年未満みたいな感じの、ちょっとまだこうヒリヒリしてる感じのところの世代を表現してるのかなって思ったのと、ちょっと肩が狭くなったりとかショート丈のがあって、トレンドも踏襲しつつ自分の好きなこともやりつつみたいな感じでバランスのいいブランドだなと思いました。お話聞かせてもらってもよろしいでしょうか。はい、職業は？あ、モデルです。モデルさんです。はい、今回神谷のショー見たと思うんですけども、感想いかがだったでしょうか。あ、なんか音楽隊が入ってくるのが、うん、なんか音となんかでこの渋谷のなんか雑踏な感じと、なんか服がストリートな感じでなんか超かっこよかったなって思います。ね、かっこよかったね。靴がティンバーランドとかで、なんかそれを黒人のモデルさんとかが着てるのが東京のストリートだなっていうのがいいなって思いました。でなんかトランクスにショーツみたいなウエストの方レイヤードとかがなんか超今っぽくて真似したいなって思いました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、とこれデイ3ですね。今来ているのはですね、六本木一丁目の千石八甲館に来ています。こちらですね、傭兵斧のショーがここであります。
陽平大野は私の考え方だ、私の考えだと結構アーティスティックなアプローチをしたりとか、ちょっとユーモアがある、うん、コンセプト作りしてるなっていう感じですかね。例えば東京だったらジジナとか、大阪だったらリトマスさんとかで取り扱いがあります。こちらですね。ここもね、確かね、新しいんだよね。できたばっかりっていうか、結構ほやほや系です。日本のアートを飾ってある美術館みたいな感じで、こう屏風がいっぱい飾ってございます。日本画かな。ファーストルークです。顔に網を巻いてますね。顔に網巻くシリーズ、今シーズンとパリでも多かった気がします。色がちょっと変わってるやつ。ジャケット解体してカットソーにしたみたいになってますね。靴がすごい可愛い。変形が今シーズン多いのかな、傭兵を追うのは。あ、こっちこっち。あれ、顔水色じゃない？顔水色ですね。パック中かな。手袋がちょっと変わってますね。爪の先に石がついてるみたいな。これがアクセサリーだとしたら面白いアプローチですよね。おっぱいの形したバッグ出てきた。バッグじゃないな、なんだろう、アクセサリーみたいなの出てきた。口元がかたどられたアクセサリーが持ってますね。これは何持ってんだ、手かな。これ何体か見ると一つの体が完成するんでしょうか。パイルシのセットアップなのかな。ちょっとスポーティーな感じになってますね。今シーズンすごいドレープをたくさん使ってるのが特徴なのかな。あ、そう、ちょっとめくり上がったようなスカートになってますね。後ろに目がついてる。このチューブトップかわいいですね。このストライプは可愛いですね。やっぱり爪が面白いですね。爪に滑りなんか石ついてますね。これは着やすそう。お話聞かせてもらってもよろしいでしょうか。はい、内田亜美と申します。代官山にあるカーブストアのバイヤーを、あー、はい、やらせていただいております。はい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 。8万ドルにある、ね、セレクトショップ、ちょっとキレッキレなセレクトショップがあるんですけど、どうでしたか今回の、ショーは。ショーはなんか香りから、うんうん、インスピレーションを受けるような、今までにはないようなショーでとても圧巻されました。今日ももしかして、今日はちょっとスリーブをつけてきました。これそうなんだ。はい、ちょっとアーカイブのものになるんですけれども、うん、可愛いね、スリーブ、はい、なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。 L でコントリビューティングファッションエディターをしております辻と申します。はい、今回傭兵大野ショーを見たと思うんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。すごい素敵でした。お洋服と、ね、この美術館の雰囲気のマッチングとか見れて、なんかすごい美しかったですね、うん、なんか日本らしいショーで素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、ようやくほのかちゃんに会いました。多分ここにはいるかなと思ったの。傭兵大野どうでしたでしょうか。はい、素敵でした。どこら辺が良かった。なんかシチュエーションもすごい良かったですね。あの屏風のやったところかっこよかったです、うん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 、素敵でした。もしかして今日は傭兵大野です。傭兵大野来ております、はい、予定を来ております。ありがとうございました。またいろんなところで会うかと思います。よろしくお願いします。じゃあねー。
はい、そしてですね、光栄に戻ってきました渋谷ですね。今もう夜なんですけども、今回は何があるかと言いますと、かなこ坂井ですね。かなこ坂井は JFW ネクストブランドアワーズの賞を先シーズン取ったんですけども、なので先シーズンファーストコレクションやって、我々見ましたよね、あれの注目度を浴びて第2回ってことなんですけども、私いろいろ調べたんですけども、かなこ坂井も海外組だった。海外のメゾンとかブランドで修行を積んで経験積んでジャパンで自分のブランドを始めるっていう感じの人たちだった。だからだったんだね、あの先シーズンのさ、完成度の高さ。なので今回はとても期待大でございます。あ、塚本さん、私も撮らせてもらっても大丈夫ですか？ありがとうございます。顔アップです。うん、じゃあ今日着てるものを教えてもらってよろしいでしょうか？今日はこのかなこ坂井の前シーズンの螺鈿の、このもうキラキラの感じ、キラキラ可愛い、はい、これを主役だから中はもう本当に普通にタートルと、実は内側にはヒートテックを、ヒートテック寒いですからね、寒いですか、今日風強かったですからね、はい、でバッグは、バッグは、マルジェラです。マルジェラです。で、はい、ブーツはチミーチューの采配で、采配です、はい、塚本さんとかなこ坂井ってどんなブランド？素材を 大切にしながら、なんかすごいモダンな、そして大人の人のための服作りをしてる人だと思いますし、ジェンダーとか年齢とかそういうことを関係なく好きなものを着るっていう、なんか彼女の提案がすごくいいなと思って、大人の女性のための服を発信してほしいって思ってます。だから似合うんですよ、塚本さんみたいな人が、ありがとうございます。はい、パリコレスナップに続き東コレのスナップもやってるので、多分始末くらいにお届けできるかなと思うので楽しみにしていてください。はい、ファーストルックです。ファーストルックのモデルさん1個前のフェティコのショーで歩いてたので高速移動してきたんでしょうね。あ、いいですね、何、絶対領域のこの太ももの感じ、ブーツがやっぱりちょっと和な感じ、ちょっとかなこ坂井のエッセンスを感じさせますね。あ、この透け感のあるパンツも良くないですか？こんなん絶対私大好物じゃないですか。やっぱ東京のブランドもショーツ増えましたね、一気に。あ、なんか手首のジャラジャラしたやつ可愛いですね。これも私の好みっぽいやつ来ましたね、シルバーと透け。手首のジャラジャラが今回いっぱい使ってる感じします。このね、パンツもシルエット綺麗ですよね。形はトリッキーだけどすごい綺麗。なんかこう盛んに股間にハートをつけたがるシーズンでしょう、ここが今シーズンは。こういうの綺麗。ジェンダーレスの提案ですね、前回同様。こちらもそうですね。全然もう男の人がスカート着ても全然違和感がない。ギラギラしたのが来た。予備地も安全なものが来ました。でも真ん中に赤の差し色があることですごい締まって見えますね。いいですね、この赤の差し感が。花子坂井、やっぱりシルエットやっぱり美しいですね。ブレスレットにあった同じモチーフがピアカフかなにも出てきてますね。来た、マドンナ来た、マドンナ来た、ライクアバージンが来ましたよ。多分この乳首の先から赤外線とかが出るんでしょうね。で、押したら多分テレビとかつくんじゃないでしょうか。あ、いいですね、ちょっと腰回りのこの網レースが覗いてる具合。あら、また股間にハートが。レースのオールインワンなのかな、これどうなってるんだろう。かわいいな、このね、スリットがバッサー入ったスカートもいいですよね。大人の女性って感じ。このスカートの感じですね、このボリューミーなスカートの感じ。もう露出の多い服が結構特徴ですけど、こんな風にこう真逆なものを合わせてくれたら私すごい大好物ですね。この赤のスカートどうなってるんだろう。ベルベットになんかシルバーのプリントしてあるのかな。綺麗ですね。いや、今シーズンもこう期待にそれず良かった、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 良い、好き好き好き。私このボリュームのあるスカート好きですね。やっぱ勢いあるの感じますね。おお。
なんかずっと男性性とか女性性っていうのが苦手で生きてきて、幼稚園生の時はピンクもフリルも大好きだったのに、なんかいつの間にか苦手になっていて、それってなんでだろうと思った時に、やっぱりあの自分のそういう社会の環境とか生まれ育った環境とか教育によって苦手になってしまったものなんだなって気づいて、そういうなんかあの社会からコントロールされることに対してノーというか、それをあの作って次のスタイルみたいなのを作っていけたらいいなと思って、そういう感じであのすごい女性的な要素が出てきたっていう感じです。はい、私今回に割とあの今回も好きでしたね。そのちょっと前回とは違ったテイストになってたけれども、それはそれでそのなんだろうな、神田小坂らしい強さだったりとか色使いだったりとか、あとやっぱり物服として美しい、私的にはブーツの美しさと、あとスーツはすごい綺麗だったなというか、楽天ファッションウィークボリューム1はこんな感じでした。ボリューム2はですね、どこに行くかと言いますと、マリメッコが初めてショーをやります。あともう一個はミスターイットも初めてショーをやります。あとは、アンリアレージオームメンズが出るというこの3つを届けたいなと思っております。